おはようございます。2012年4月17日火曜日、6時5分が6分になっちゃいました。おはようございます。今日はどうなんでしょうね。天気はまあまあなんでしょうけど、そんなにカラッと晴れるっていう感じではないみたいですけど、まあでもね、過ごしやすい日々になってきましたね。ちょっと前の強烈に寒いことを思えば、もうポカポカってした感じで、昼間はぼやんとするというかね、なんとなくこの、いい感じかなと。でまた新入生とか新人の社会人とかがこうね、頑張る日々がこう続いてる、そういったのをこう微笑ましく見るという何おっさんみたいなこと言うまあおっさんですけど。さて、ですね、今日は IT メディアニュースから見ていきたいと思います。ちょっとですね、今日はいくつかのニュースを関連付けてみたいと思ってます。でまず1つ目、こちら、当社ホームレスとなります。喫茶店や公園、オフィスに選んだシェアーズということで、シェアーズというね、物を貸し借りするっていう、その、個人でやり取りできる、そういうサービスを運営している会社なんですけども、そこがですね、もうオフィス構えなくていいんじゃねっていう発想でですね、もうホームレスにすると。まあ登記はしなきゃいけないので、登記上のその所在地っていうのはあるんですけど、事実上のその本社みたいな、運営するみんなが集まってなんかやるというようなところはもう作らないと。でなんかやるときはその喫茶店に集まったりとか、そういうふうにして会議をしたり、そういうふうにするという、いわゆるノマドとかね、とも言われてるような、そういうスタイルをもとっていこうというようなことをこうやり始めたと。でもう一つですね、こちら、DeNA が渋谷ヒカリエに移転、従業員に毎日無料ランチもということで、こちらはですね、渋谷の、まあ、駅ビルになるんですかね、ヒカリエ。ちょっと行ったことないんで、最近東京の方行ってないから渋谷とかね全然行かないんで分かんないんですけど、ここにドーンと21階から26階まで6フロアを借りてですね、でその中にも社員の無料ランチの、社食まで作ったりとか、でっかいなんか、テレビを置いて野球見たりとかいろいろできると、そんなオフィスを作ったり、この非常にこう対照的な話がちょっとね面白いなと思ったんですね。片っぽはこんだけドーンとでっかく構えるぞみたいなのがあって、一方ではこういうその本社機能、本社っていうのはもう場所を持たないという選択をすると。これね、日本ではどちらがいいのかって、非常にこれはもう価値観の違いですよね。でこういうその DeNA がやってるのって、まあ海外のね大手の企業なんかで、よく、IT 系とかね、そのすごい流行ってる企業なんか、新しい企業なんかはよくやってますけど、その、社員の社食を無料でやったりとか、あるいは飲み物とかね、その自動販売機なんか無料で使えたりとか、非常に安くでこうやってたりとか、結構そういう企業多いんですけれども、そういうその福利厚生みたいな形でやってるっていう、それがいいのか、こういうその社員のね、オフィスなんか構えないで自由なスタイルでこう勤務できるというか、そういう、まあ、もう価値観の違いです。で、まあ、こっちはね、その福利厚生で飲み食いこうできていいやんっていうのもあるんですけども、まあよくよく考えればそこの部分にお金は使ってるわけで、別にタダで物が入ってるわけではなくて、会社の利益をそっちに回してるということですからね。そこはそのどっちがいいかっていうのは非常に、それはもう本当価値観の違いで、何とも言えないと思います。ただですね、私はそれ以上にこのニュースが気になっていて、これですね、首都圏の地震数7倍に増加、直下型の対策急務にということですね。まあ日本は本当にね、そういう意味で特殊な国になり始めたなという気がします。震災以降ですね、やはりその日本の地盤っていうのが非常にこう変化していて、まあ一部の地震学者なんかに言わせると、もう従来の常識が通用しなくなったと。日本のその
地面の下というか地殻ですね、その地殻というのはあの地面のプレートの動きがですね、今までのデータとも全く違う動きをし始めているので、何が起きるかが全く予測できない、過去のデータが何ら役に立たない状態に入っているということで、そういう意味ではですね、そういったあのこういう首都圏は特にその非常に地震が多くなると言われている、でかつですね、まだ死火山になっていない、活火山といわ活火山の定義に入ったあの富士山ですねなんかがあってですね、そういうところに首都機能を持ってるというのは非常に特殊な国なんですよ。ある意味その自然災害にさらされている、そこのその危険性はある国の中で、そういう場所にですね首都機能を持っていて、そこに、日本のいわゆる三権分立でいわゆる権力ですね、その司法だの国会だの、そういうものが全部ですね首都圏に集まっていると、東京都に集まっている、非常にですねそういう意味では特殊な国なんですよ。その地理的にその分散させるというそのリスクヘッジをしてない国なんですね。でそういうところにですね、新たな、まあ、こういうスタイルのそのホームレス会社、その会社のとしての機能をですねもう持たずに分散させてしまう、まあ、これはもうできる会社とできない業態とあると思うんですけども、そういうものもありながら、一方でこういうふうにデーンってもうあの要は、ある意味ね、この無料ランチとかをやることによって社員のその生活の一部をもう生活をですねどんどん会社に帰属させていくっていうスタイルですよね、これは。で果たしてどちらがいいのかなっていうのは私はすごく微妙な気がするんですね。で確かに日々の中でこういうその自分とか会社に朝から晩まで入り浸りになれるっていう、そういう環境もすごくあの好きな人もいますよ。それも楽しいのは楽しい、私もそういうのも経験したことがあるんで、あのシリコンバレーの方で仕事したこともあるんで、まあそこ行ったら、まあランチはさすがにそこはねなかったんですけども、飲み物とかねフリーであの自動販売機あの使えたりとかしてましたから、別にその、ないし、であのまあだいたい週に 1,2 回はですね、なんかあのドーナツとかサンドイッチとかダーンと買ってきて、あのキッチンに置いてあって、あの自由に食べたり飲んだりできるというようなことがあったりとかしてたんで、まあ、それがねあの楽しいっていう人もいるんですよ。そのずっと、入り浸りで開発にもう専念できるっていう、そういうのが大好きな人もいます。で一方で、まあ、こちらはこちらでもう本当に自分の、管理できる中で、その好き勝手にこう好き勝手にという言い方が難しいですけども、自分の好きな環境で仕事ができる、でそういうのが大好きな人もいます。やっぱりその他人にあまり必要以上に介在されたくないっていう人たちもいるし、だからこれはねどっちがいいかどうかはっていうのはその価値観の問題なんですけど、もう一つそのこういうですね災害みたいなことを何かあった時とかいろんなことを考えるとですね、果たしてどちらの方がより機能しやすいのか、社員として動きやすい人たちが存在するのかっていうのは非常にね、私はこういうそのどっかに集まって仕事っていうよりも、どこででも仕事できるぞっていう人の方が自立心は高いような気はしています。まあ、こちら依存度が高くなりますからね、どうしたって。まあそういうところで、これからの日本もまあいろいろこう変わっていく、いろんな形態ができて、いろんな人たちがいるというようになる方がですね、こういうその災害とかそういうものに対応できる日本になっていくんじゃないかなという気がします。さてそんなところで今日はですね、この3つちょっとね関連がなさそうである、ニュースじゃないかなと思ってお送りしました。ということで、今週というかもう4月も後半になりました。火曜日ですね、今日火曜日で、またね、初々しい新人君たちを見つつ頑張っていきましょう。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。